さん、俺はいいから、そのビデオを凌介さんに。うん、わかった。一瞬の躊躇もなしっすか。ご苦労。それだけ？なあ、京一。プロジェクト D に教えてやった方が良かったんじゃないか？東道塾のことを。教えても無駄なんだ。凌介は逃げるようなやつじゃない。だけどまずいな。あそこだけは。エンペラーも他社線遠征であっちこっちのコースを回ったけど、東道塾とぶつかることだけは避けたからな。いくらプロジェクト D の2人が早いとは言っても、今度だけは勝て。あれヘルプま、いいか。世界が回る。帰るぞ、緑。思ってたよりはまともそうだったな。プロジェクト D か。俺は正直言って感心したよ。チームの体裁としてはかなり合理的だったな。同感だな。 SRC 専用列車で公私改造。コンテナはパーツと工具がぎっしりだったぜ。8200と2000にそれぞれ専属のメカニックがついてキビキビと動いてましたよ。あの調子なら思ってたよりもやるかもしれないな。昨日までは全く期待してなかったんですがね。俺は正直言って気合入んないっていうか、やる気出ないっすよ。俺の相手がよりによってあの2000じゃな。あんなの追っかけ回してちぎってもただの弱い者いじめみたいじゃないですか。お？だったら俺にやらせろよ。東道塾に正面切って挑戦してきた走り屋なんて初めてだし楽しそうじゃん。それなら俺にもやらせろよ。塾生同士のバトルはシビアすぎて楽しいどころじゃないけど、他流試合なら気楽なもんだぜ。ああ、じゃあ俺も。俺も。俺も。俺も俺も。拙者も。ミーも。アイも。アッシも。イシヤ。ヤギも。ジャガイモ。トロロイも。オシイも。オレイも。ホモ。スモモ。マリモ。バスモ。特急スーパーヤクモ。スーモ。スタンライズ。イズモ。ウチモモ。ちょっと待ってください。いいですよ、俺が走りますから。どうぞどうぞ。よし、じゃあ負けたやつには熱々おでんをごちそうするぜ。熱々おでん。ほら、ちくわだぞ。絶対押すなよ。はい、はんぺんはんぺん。別に振りでもなんでもねえよ。ごめんごめん、厚揚げもね。おい、順番おかしくねえか。なんで俺が前なんだ。先行ったらガンモモかな。あちゃ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 。ごめんごめん。誰だ今押したやつ。卵おいしいよ、卵。あ、ごめん、巾着忘れてた。大根もダメだ、卵もダメだ、巾着はやめろ。マジで怪我する。その時も言っとく。ちょ、やめてくださいよ。俺が負けるわけないじゃん。なん大変だ。大輝が車両とホームの隙間から線路内に転落したぞ。広く空いてるところがあるので注意しろよ。夜食は熱々おでんがいいな。あまり大騒ぎよ、凌介。こういうのって大体熱くないようになってるから。ほら、まあ、ほらほらほら、はんぺんをポーン。熱っ、あた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 っ。いよいよ今夜だな、東道塾対プロジェクト D。 楽しみだな。東道塾の桁外れの強さは地元ならみんな知ってることだからな。楽しみなのは勝ち負けじゃなくてどれだけ差がつくのかってことなんだよな。関西最速といっても所詮は田舎の仲良しグループだろ。古典古典にやられるぜ。かわいそうになってきたよ、プロジェクト D が。好きで来るんだからしょうがねえだろ。ギャラリーする気なら早めに行って場所を押さえといた方がいいぞ。スタート地点に近いところにみんな殺到するだろうから。スタートしたらあっさり終わっちまうバトルだからな。家に帰るまでがバトルね。押さないで歩いてください。前の人はリセットボタンではありません。前の人を押してもあなたたちの人生はリセットされませんよ。お友達とはぐれてしまった方、再び会うのは絶望的です。最初からいなかったものと見なしてください。そうすれば気が楽です。詰めてください、詰めて詰めて。皆さんはぷよぷよのぷよです。前の人とぴったりくっついてください。大丈夫、色が違うから消えたりしません。詰めてください、密着してください。男性しかいないので問題にはなりません。
多分混雑して危険ですのでゆっくりしていってね。今の話が分かったという人は手を挙げてキラッしてください。喧嘩始め。うるせえ埼玉県民。黙れ栃木県民。全社員が来てんじゃねえだろ。仲良くしろや。なんだこら。県民のうざ。東京って食料自給率3%ですよ。茨城県民は突っ込んでろ。藤原匠です。二宮大輝だ。若いやつだな。こいつがプロジェクト D のダウンヒラか。バトルは順にスタートして浅草に先着した方の勝ちだ。スタート順はそっちの言う通り、こちらが先発する。鬼怒川温泉からスタート。東武日光から用意どんじゃねえのか。東道塾側から申し入れがあった。何か策があるのかもしれんが、こちらが先発スタートなら断る理由もないからな。海広く、藤原に代わってくれ。はい、はい。それだけはちょっと。半日で土下座。何とぞご勘弁を。頼んだぞ藤原。文弘さん、ん、今日の相手すごいですよ。俺にはわかるんです。めちゃめちゃ速いやつです。すげえや。よし、藤原、服着ろよ。日光スタートじゃダメなのか。あっちの方が簡単に終わらせられるのに。そうかもしれないですけどね、ちょっと引っかかることがあって。服着ろよ。わかるでしょう、思ったほどちょろい相手じゃないですよ。っていうかすっげえムカつきます。よし、隙を見て引いちまえ。ゆっくり進行して、絹立岩信号所を出たところで全開だ。2000が先に出るから、続行してくれ。わかった。あの2000系の若いドライバーは、思ったよりずっとまともそうだぜ。出発駅を変えたのは、いくらか興味が出てきたからだ。なぜ2000系なんだ。どれだけのことができるって言うんだ。じっくり見せてもらうぜ。さあ、行け。スタートするぞ。いよいよ始まるぞ、ダウンヒル。聞こえるか、リオスケ。たった今、2列車が全開走行に突入していったぞ。いよいよ始まったぜ。プロジェクト D の進化が問われる重要な一戦だ。501F が後追いなのか。先行だったらあっという間に終わっちゃうんじゃねえか。けどさ、あの2000遅くねえぞ。そうだよな、気のせいかめちゃくちゃ速いような。流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。冗談じゃねえぜ。このまんま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。
たった一晩でこのレベルまで来れたやつが今まで東道塾にいたかよ。どんなチューニングか知らねえが、俺の TM03 と互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。うちの8000系よりも古い車だぜ。目の当たりにしなきゃ絶対に信じらんねえ。何をどうすればこんな車に仕上げられるんだ。これならば確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪かった。ここは俺たち東道塾のホームコースなんだよ。全開ダウンヒル。あの阪急どこまで踏ん張れるか楽しみだぜ。今回は随分ギャラリーが多いな。一体何なんだ東道塾って。一言で言えばスパルタン特訓道場ってことかな。実践的なプロ仕込みのマニアックな技術を徹底して叩き込まれる。何のだよ。京浜急行の須藤京一が東道塾出身といえばわかるだろう。あの手のえげつない猛者がゴロゴロいるからな。間違いなく今までで最強の対戦相手だ。須藤クラスがゴロゴロいる。 D もまだ指導し始めたばっかりだってのに、もう少し後でぶつかりたい相手でしたね。上等じゃねえか。いずれ当たるなら早めに潰した方がいいに決まってる。この一戦に自らの進化を総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。そう思うだろう、ケンタ。え、しゃぶり。け、こんにちは。僕、ケンタくん、よろしくね。これでは東道塾に勝てん。なあ、俺たち東道塾と何を張り合ってんだ。ああ。今まで散々バカにしてた相手の阪急2000系だけど、直前に何か感じるもんがあったんじゃないですかね。それが多分始発駅を変えてまで後追いを選んだ理由ですよ。それでもし期待を裏切るようなヘボな走りならぶち抜いて終わらせてしまえばいいんだから。現役で一番うまいって言われたんだろ。あいつは何が得意なんだ。大輝はブレーキングがうまいんですよ。5万系のマスコンはワンハンドルですが、大輝の 51901F は2ハンドルなんです。やっぱ味の染みた感もうめえなあ。いつのブレーキングは半端じゃないですよ。カラシとって誰だよ。厚揚げ崩したの。なんてぶっちぎれ。ぶっちぎれだってよ。何も知らねえんだな。あいつら地元なのか。宝塚線の2000系を抜けるわけねえだろう。プロジェクト D に入る前は関西エリアで負けなしのダウンヒラーだったんだぜ。だがぶっちぎるとか言っちゃってるよ。あいつらプロジェクト D の追っかけかよ。何にも知らねえんだな、東道塾の実力を。二宮の5万系から逃げ切れるやつなんているわけねえよ。この2000系の実力は大体分かった。思ってるよりもレベルは高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。
東道塾のメンツにかけても早々に終わらせたいんだ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。早い。思ってたより甘い相手じゃなかったな。パトロイを選んだのは正解だったぜ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。先行してる2000系のブレーキングが早すぎて二宮のブレーキが間に合わなかったんだ。ありゃあどう見たって後ろの 51901F の方が圧倒的に速いってことだぜ。あの二宮がそんなヘマするかよ。遅いやつにあんなにべったりとくっつけるわけないだろ。熟成同士のバトルでも二宮があそこまでくっつくのは見たことがないぜ。あの2000系のドライバーはものすごく速いやつだ。このバトル簡単には勝たせてくれないぞ。勝負が動くのは北越谷から先福福線に入ってからだろう。それにしても精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。東道塾の人間でもここまでで間違いなく反応が返ってくるけどな。伊勢崎、日光線は線形は単調だがスピードもある。ツッコミで仕掛けるポイントはいくつもあるんだ。それがどうだ、ブレーキングで追い込んでもギリギリ届かない。重い構成車のツッコミがこんなに速いと。この2戦がもう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだから。先行で来るんじゃないかと思ってたが後追いを選んだが、さすがというか賢明だな。さっき藤原がスタートする前に電話で何か言ってたろ。どんなアドバイスしたんだ。アドバイスというほどのものじゃないけどな。基本的な指示を2つしただけだ。どんな。後ろは見る。兄、藤原に2つ指示を出したって言ってたよ。もう1つは何なの。もう1つはノッチ縛りだ。2000回なマスコンは新幹線並みの12ノッチだ。だがそのトップエンドを使わないで最大11ノッチで実行させるんだ。あいつ全開を封印したまま東道塾のトップダウンヒラーから逃げてるんだ。何のためにそんなことをするんだ。手の内を全て相手にさらけ出したくないから。だけど藤原には手の込んだ駆け引きはまだ無理だからな。あれだけ強力な敵に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるけど、俺のシミュレーション通り北越谷まで逃げ切れれば東道塾を出し抜ける。あとは藤原のセンスが頼る。一か八かの大博打だ。やっと分かったぜ。前回を封印した藤原の走りを見れば見るほど深い罠にはまるってわけか。たっぷりと見せてもらったからな。2000系の戦闘力もドライバーの実力も全て分かった。あえて言わせてもらえば俺についてこれるほどのスピードはない。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらうぞ。一瞬で終わらせる。
宮が仕掛けた。あっさりと前に出たぞ。プロジェクト D も結構レベル高いみたいだけど、やっぱり行動軸は格が違うぜ。遅い方が前にいたから使えてただけなんだ。コーナー一つ抜けるたびにどんどん差は広がるぜ。早い、すっげーやばい、全然余裕ない、マジでギリギリ。さっきまでよりも確実に速いペースだ。本当についていけるのか俺こんなので。藤原は後追いになるとすごい集中力を出す。初めて体験するような速いペースだが対応できるセンスがある。もう2000系にチャンスはない。あとは北千住を通過して浅草にゴールするだけだ。日光からスタートしとけばもっと早く勝負がついたんだ。何をやってんだ俺は。情けねえ。どういうことだ。前半でこいつの限界のスピードは見切っているはずだ。今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがないのに、なぜそこにいる。そう来なくちゃ。だがお前の戦闘力はすでに丸裸だ。お前が俺の前を走ることは絶対にありえない。どういうことなんだ。問題だぞゴリア。相手が最新のベクトル制御 3VF インバータ車だって言うならどうかと。そりゃ違うでしょ先輩方。俺たちみんなとんでもない見当違いをしてたんだ。大輝がヘマをやってるわけじゃない。相手の2000系が速いんですよ。大輝のダウンヒルはかけねなしにナンバーワンなんですよ。いつも一緒に走ってる俺たちが保証しますよ。大輝の5万系と互角のスピードで走るやつがいるなんて途方もないことですよ。すんげえ怖いよ。車体フラフラさせながら突っ込んでくるもんな2台とも。ギリギリの限界までブレーキを遅らせるんだ。だけどあそこまで二宮が攻めてるのに2000がついてるのはどういうわけだ。信じらんねえよな。東道塾の最速5万系を相手にしてめちゃめちゃガチンコだぜプロジェクト D って。それにしてもこのコースはスピードが乗るからな。あんなすげえ攻め方してて車体どこまで持つのかな。すげえな兄貴、あの時の2つのアドバイスにそんな深い目論見があったなんて。目論見というほどのものじゃないがな。昨日の夜、俺たちは向こうの走りを見れなかったが、向こうもこっちの走りを見ようとしなかったからな。それほどの自信なら、その心理を逆手に取ってやろうと考えている。重要なのはこれから、東道塾のトップダウンヒラーともなれば、桁違いのペースを作るだろう。通常では考えられないほど、車輪にもブレーキにもストレスがかかる。2000もそう長くは持たないはず。残されたわずかなチャンスを藤原がものにできるかどうかだ。やっぱり気のせいじゃない。向こうの突っ込みが鈍くなってきてる。熱だれか、ブレーキか車輪か、無理が効かなくなってきてるんだ。今ならまだこっちは手応えがある。
行くぞ。この早い5万系をぶち抜いて終わらせるぜ、このバトル。知らねえが、俺を抜こうなんて考えてるのとんでもねえ思い上がりだぜ。少しぐらい足回りが怪しかろうが、俺はこのコースでは百戦錬磨だ。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。枯れた。一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。何やってんの？どうなってんだよ、一体。信じられねえぞ、地元でお前が負けるなんて。それは俺じゃねえです。どんなに早かったのか、ワノニさん。それも俺じゃねえです。早いことは早いですけど、それよりも信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。俺はまんまとはめられて、結局あのザマだ。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。よし、わかった。俺が仇を取ってやる。こりゃダメだ。よくやったな、藤原。お前本当にいい仕事したぜ。ご苦労さん、気を抜いていいぜ。ゆっくり休んでくれ。よかった。無我夢中で冷や汗だらだらだったけど、凌介さんが京一さんの顔するのめったにないから、俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。けどこれいらねえ。